長倉です。今日のテーマはですね、承認欲求はいらないという話をしたいなというふうに思います。なんか世の中はですね、まあ結構 SNS なんか見てると承認欲求されたい人たちって非常に多いですよね、ただその承認欲求っていうのが実はその未来につながらないっていう話を今日したいなというふうに思います。その承認欲求が強い人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、まあ簡単に言うとね、過去にとらわれてる人っていうふうに考えた方がいいかなというふうに思います。これはどういうことかっていうと、承認されたいっていうもの自体っていうのは何かっていうと、今の自分を承認されたいわけですよね。で、今の自分っていうのは、まあ、過去から来た自分なんですよ、簡単に言うと。だから今承認されたいと、そして今承認されてしまうとですね、過去の自分から抜け出せなくなってしまうんですね、まあ、これが非常に罠だというふうに、まあ、俺なんかすごく思うのね、確かに人間って弱いものだから認められたいっていう気持ちがあるのは分からないでもないんだよ。ただ今自分自身が承認されたいと思い、そして承認されちゃったら過去の自分を固定することになっちゃうね。そうすると何が起きるかっていうと、未来だよね、まあ、簡単に言うと未来に向かって生きてるんだけども、その過去の延長線上の未来しか生まれませんよってことです。過去の延長線上の未来ってやりたいですか？まあ俺は1年後もね、同じ人生だったら死んじゃった方がいいなと思うし、今日と同じ明日なら生きる意味ないんじゃないかなっていうふうに考えるタイプなのね、だから皆さんに言いたいのは何かというと、承認欲求は捨てた方がいいってこと。承認欲求なんか何の意味もないよってことを本当に自分に理解してほしいなと、理解させてほしいなというふうに思います、で、脳っていうのはやっぱりどうしてもね、過去ベースで生きちゃってるのね。脳っていうのは自分にとって重要なものしか情報として得ないわけですよ。だから何が起きるかっていうと、過去の自分にとって重要なものしか見えなくなってしまう。で、今フィルターバブルってね、よく言われてるんだけど、これは何かって言ったらインターネットの世界も同じなのね。結局過去自分が検索したものに近いものしかインターネット上で出てこないわけよ。そうすると何が起きるかっていうとね、承認欲求だけじゃなくて、この世の中のインターネット、僕らが見てるようなインターネットの世界ですら、俺たちを過去にずっと押しとどめようというね、圧力がすげえかかっていくってこと。だから積極的に自分からこの過去から抜け出すようなね、行為、過去から抜け出すような考え方、過去から抜け出すような姿勢っていうのを自分の中でキープし続けないと、本当にいつの間にか過去に引き戻されちゃうっていうのが今の世の中なんだよ。で、これをに早く気づいた方がいい。これに早く気づかないと、やっぱりどうしてもずっとね、過去にとらわれる人生になっちゃうよってこと。だからまあ俺なんかはよく言うのは、過去を思い出すようなものはね、全部見ない方がいいよっていうふうに言ってるわけ。で、過去を思い出すものって何かっていうと、まあ例えば親と会うこと、同窓会に行くこと、卒業アルバムを見ることとかも含めてそうなんだけど、過去を振り返るようなもの、過去を思い出すようなものっていうのを、なりたけ自分から遠ざけるっていう行為が、まあ結構俺は重要なんじゃないかなというふうに思うわけ。その中の一個が、まあ承認されたいっていう、欲求、これすらもなくした方がいいんじゃないのってこと。だからここで改めて考えてもらいたいのは何かっていうと、あなたは未来に行きたいのか、過去に行きたいのかってことです。で、まあ俺は少なくても自分は未来に向かって行きたいというふうに思った時に、まあ、承認なんかされなくていいなというふうに思ってるわけで、だから俺は本の中でね、まあ何冊も本出させてもらってるけれども、その中で何を書いてるかっていうと、自分のことをクソと思えと、自分のことをダメと思いなさいっていうのを結構書いてるよね。で、これのメリットって結構いっぱいあるの、実は。過去にとらわれないっていうのもそうなんだけど、自分のことダメって思うとね、まずね、一個いいのは何かっていうと、うまく物事がいかなかったりとか、他人と比べて自分がうまくいかなかったりとかしてもね、何とも思わなくなるのよ。これって結構でかいよ。これどうしてでかいかっていうと、やっぱり多くの人がね、他人と比べて落ち込んじゃうの。で、他人と比べて自分がダメだなと思ってやる気がなくなっちゃう。でも俺の場合はそうじゃなくて、もともと自分はダメなんだから、ダメで当たり前だから全然落ち込まないと。まあこれってすごくメリットだなというふうに思うわけ。だから俺は他人と比べてもしょうがない。とにかく自分がやるべきことを淡々とやり続けるしかないなっていうふうに、まあいつも思ってるわけよ。これがまあ俺は結構ね、自分のことダメと思うっていうことのメリットの一個かなと。で、二つ目のメリット。自分のことをダメと思うことのメリットとして何があるかっていうと、感謝できるっていうのが結構でかいな。要するに自分ってダメじゃん。自分ってろくでもないじゃん。自分ってどうしようもないじゃん。にもかかわらず、まあ、こうやってね、 YouTube 見てくれてる人がいるとか、本を買ってくれる人がいるとか、一緒に働いてくれる人がいるとか、そういう人たちがいるだけでもなんか感謝できるっていうことなんだよね。これも大きいなと思ってて、やっぱり人生って
感謝っていうのをね、毎日何かに感謝するっていうのが実はメンタルを強くするっていうのがね、本で読んだことがあって、で、まあ、俺はこの YouTube で、ね、中でもまあいくつか話してるけど、まあ、メンタルはまあまあ強い方なわけよ。でその本を読んだ時に、あ、俺って自分のことダメだなと思ってるから毎日感謝できるなと、いろんなことに感謝できるなと、だからメンタル強いのかなみたいなのはすごく感じたのね。だから承認欲求を捨てると何が起きるか、承認欲求っていうのは捨てようと思うと自分のことがダメだっていうふうにまず思うことが重要だから、うん、それによってなんかうまくいかないことがあったりとか、トラブルがあっても何でもいいよ、何でもいいけど、なんか物事って生きてればさ、まあ人生とか物事っていうのはうまくいかない時もあるわけだよ。そういう障害があった時にまあ落ち込まないし、淡々とそんなものに気にせずにやり続けることができる。そして自分のことダメと思ってれば周りなんか気にならないから、周りも比べないし、周りに何言われようが関係ないというふうに思えるよねと。でもう一個が感謝できるよねと。自分がダメなんだから、こんな自分ダメな自分に関わってくれる人がいる、こんなダメな自分でと一緒に何かやってくれる人がいるっていうだけで感謝できるよねというふうに思うわけ、うん、でさっきちょっと話した通り、毎日物事に感謝できる人たちっていうのは結構メンタルが強いよねみたいな話なんだよね。でトータルで考えるとさ、何が言いたいかっていうと、結果的に逆境にも強くなるし、メンタルも普段から強くなるしってことを考えると、そして未来に向かって生きれるってことを考えた時に、マジで承認欲求いらなくないですかというふうに思うわけ。承認欲求ってマジでさ、結果を出してる人だったら承認欲求っていらないんだよね。もっと言えば結果っていう明確なものがあれば、承認されたいとかじゃなくて承認されるの当たり前なんだから、うん、っていうことで、承認欲求が強い人、そして承認欲求を満たしてしまう人たち、満たしてしまうような環境にいると結果にこだわらなくなっちゃうよってこと。結果出してる人別に承認と欲求とかじゃ関係ないからね、うん、っていう意味でぜひですね、承認欲求は捨ててください。この動画を見て今すぐ承認欲求は捨ててください、うん、確かに Facebook とかでね、なんかいいねとかもらうと、なんか頭のね、なんか脳内麻薬みたいなのが出るみたいなのが、研究されてるみたいだけど、そんなものはさ、アルコールとかドラッグやんと一緒だから、人生にプラスになることはないわけですよ。なので僕は強く言いたいのが、まあいろんな理由ね、今話しましたけど、承認欲求っていうのをまず捨てろと、うん、もうこれを今この瞬間からね、決めてもらいたいなというふうに思います。ということで、チャンネル登録お願いします。